亀井義幸、1982年7月28日隊は、奈良県伊郡間郡ル鳩町出身のプロ野球選手。宇藤左田、読売ジャイアンツ所属。保育園時代に7つ上の兄にキャッチボールを教えてもらい、小学校1年で野球を始め、中学時代は、ボーイズリーグ、ボール大和のエースとして、全国大会、ボーイズリーグ、日本代表として、 世界大会を制覇。上宮大使高等学校では3年春に第72回選抜高等学校野球大会出場。東都の中央大学小学部に進学後は内野手として1年春からレギュラーで出場。2年生になると外野手にコンバートされた。東都大学野球リーグで MVP1 回ベストナイン3回を受賞し、4年時には トート通算10人目の通算100安打を達成、首相として、周期リーグで25年ぶりの一部優勝に貢献した。日米大学野球選手権大会、世界大学野球選手権大会の日本代表にも選ばれ、銀メダルに貢献している。トート大学リーグ通算108試合出場、401打数101安打、打率、252、13本塁打、53打点。 2004年のドラフト会議で読売ジャイアンツから4巡目、指名を受け入団。背番号は25。同期入団に、東野俊也の間口隆彦がいる。2005年、2軍で打率。320、10本類が、6盗塁と活躍し、シーズン終盤に1軍に昇格し、清原和弘に代わって1類スタメン出場もした、ことがあり、プロ初安打、初打点を記録した。 シーズンオフに結婚を発表。2006年3月31日の横浜ベイスターズとの開幕戦に8番右翼手で出場し、3打数に安打4打点と活躍。6月29日の対横浜戦で山口春からプロ入り初本塁打を放った。しかし65試合の出場にとどまり、打率も過労時点2割を超える程度しか残せなかった。2007年、 李性用が背番号25をこの年から着用することが決まったため背番号を35に変更。一番打者候補と期待されたが前年より出場機会を減らし20試合で23打席に留まった。オフには高橋義信と沖縄県で自主トレイを行った。2008年は谷義友の不審により開幕6試合目で二番打者として起用されると 4月3日の中日ドラゴンズ戦で1番、高橋、3番、小笠原道博と共に、川上謙信から9団9年ぶりとなる3者、連続本塁打を放ち、チームのシーズン初勝利に貢献。5月からは1番打者に定着したが、5月26日の対北海道日本ハームファイターズ戦で、右足関節を連座。7月25日に一軍復帰するが、 谷との併用が続いた。この年は96試合に出場し、打率268、5本類打23打点の成績を残した。中日ドラゴンズとのクライマックスシリーズでは、第1戦で負傷した鈴木直弘に代わり、第2戦から1番でスタメン出場。14打数7安打1打点の活躍で、チームの日本シリーズ出場に貢献。 日本シリーズにも出場し、第2戦では、大沼孝治から同点的自打、第5戦は、打線の7回の枠井秀明からの5連打の一人となったり、第6戦では、ホ足和幸からチーム唯一の得点となる的自打を放った。第7戦では5番を任され、初回に相手先発の西口文也が、自身の打席で暴投し、先制点が入り、なおも一死に、 三塁のチャンスだったが、セカンドゴロに倒れ、得点できず、後続も倒れてしまった。二回に、坂本隼人のソロ本塁打で二点にリードを広げるも、これ以降西武投手陣の系投の前に走者を出せず、八回に逆転され、日本一を逃した。第七戦は、無安打に終わってしまい、前述の冒頭で先制後のチャンスを逃したのが響く、形となってしまったが、 一定の活躍を見せた。翌年からは、清水高之の遺跡により空いた背番号9を着用することが決まった。2009年9月15日、東京ドームにて2009年は、開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。同大会では3試合の出場で1安打1疑大1盗塁を記録。シーズンでは、 規定打席に達したことすらなく、実績に乏しい仮盟が選ばれたのは、守備を高く評価していた、高城信弘内野守備、総類コーチの強い推薦によるものだった。レギュラーシーズンでは一番、右翼手で開幕スタメン出場。当初は調子が上がらず谷と併用されたが、4月25日の対中日戦で、左腕の岩瀬人則から、 代打逆転さよなら3ランを放ったことで投手の左右にかかわらずスタメンで起用されるようになる。終盤からは李承洋の不調により5番に定着、以降は一塁種としての起用も増えた。6月下旬に25打席無安打、8月には28打席無安打とスランプを経験したが、シーズン25本塁打のうち18本塁打。 74三振のうち5十三振を7月以降に記録した。球団記録に並ぶ3本のサヨナラ本塁打を放ち、初の規定打席に到達。自己最多の134試合に出場した。日本ハムとの日本シリーズでも、第5戦での武田久志からの同点本塁打を放つなど、日本一に貢献し、優秀選手賞を受賞。オフには、初のタイトルとなる。 ゴールデングラブ賞に選ばれ、年俸も倍増となった。U-26NPB 選抜隊大学日本代表にはオーバーエイジで出場。日韓クラブチャンピオンシップも5番ライトで出場し、勝利に貢献した。2010年は開幕から5番に起用されたものの前年の活躍から一転して不振に陥り、度重なる故障もあって3度の二軍落ちを経験。 ルーキー長野久義が台頭した影響で、出場機会を奪われ71試合の出場に止まり、打率185、5本類が17打点の成績に終わった。11月6日、減額制限を上回る30%減の年俸を4200万円で契約公開した。周期キャンプでは、類まれな器用さがあると評する。 原辰則監督の意向でサンルイッシュへのコンバートが決まり、実戦における守備練習の機会を求め、オーストラリアンベースボールリーグにも参加した。2011年1月に登録を外野手から内野手に変更。サードの開幕スタメンは新外国人のラスティライアルに譲ったが、そのライアルの不調や他の野手の不調が相次いだことなどで、徐々に出場機会が増えた。 5月14日の対広島東洋ガープ戦では、本塁打、三塁打、二塁打を打ち、あと単打を打てば、サイクルアンダ達成となる活躍を見せた。ところが、この試合前の練習中に、ノック打球の直撃を受けて、右手薬指を骨折していたことが翌日に判明、チームを離脱した。6月11日に復帰して、不審の坂本隼人に代わって一番で、スタメン出場し、 自身初の先頭打者本塁打を放った。しかし、一時は3割を記録していた打率も、シーズン中盤以降急落。右翼手、中堅手、左翼手、一塁手、三塁手と守れるすべてのポジションで、スタメン出場し、打順無一点に6.78番を経験するなど111試合に出場したが、定位置確保には至らなかった。年、三手として、 新加入の村田周一とレギュラーを争う予定だったが、チーム事情から主に外野手として出場。5月2日の対広島戦では自身の守備のミスでチームが敗北。試合後、原監督は見苦しい。一晩中寝ないで反省してほしいと厳しいコメントを出した。しかし、翌日の同カードで汚名返上となる決勝ホームランを放ち、 涙ながらにヒーローインタビューに答えた。また、このプレーで5月のジョージア魂賞を受賞した。9月22日対ヤクルト戦の9回表に、公式戦で初めて2塁の守備についた。しかし、4月に、頭部死球で、尾骨,骨骨折、7月に、左親指捻座など怪我に苦しんだこともあり、レギュラーサイダッシュは果たせず。打率、236に対し長打率。 409と長打力を発揮したものの、2010年を下回る60試合、117打席の出場に止まった。2012年の日本シリーズ2012年のアジアシリーズ制覇に貢献。2013年1月7日に登録名を亀井義幸に変更することが発表され、登録も外野手に戻った。しかしキャンプイン直後の2月2日に、 練習のしすぎで左ふくらはぎの肉離れを発症し、戦線離脱。4月19日に2軍で実戦復帰し、公式戦7試合で打率。188だったものの、5月3日に1軍復帰。同月10日の対横浜戦で4年ぶり自己最多対の1試合、4打点を記録し、また25日のオリックス戦では、球団通算5500勝を、 自身の4年ぶりの逆転サヨナラダで決めた。復帰後はレギュラーに定着し、主に2番、右翼で先発出場するなど86試合に出場した。東北楽天ゴールデンイーグルスとの日本シリーズでは、ファインプレーで最も大会を沸かせた選手として、特別賞のベースボールヒーローズ賞を受賞した。2014年2月26日の試合前、練習中に、 ナイアノックで補給する際に右手に打球を受け、右手人差し指第一関節の骨折と診断される。その後手術を受け回復、5月17日の二軍戦で実戦復帰し、5月31日の対、オリックス戦で一軍復帰。7番右翼手で、先発出場すると0対0で迎えた延長12回表に、マハラ・タカから決勝のソロ本塁打を放った。 その後も右翼手のレギュラーとしてスタメン出場を続け、勝負強い打撃と守備でチームの勝利に貢献。チームを二度目の交流戦優勝に導き、交流戦 MVP を獲得した。69試合の出場ながら3割近い打率を残した。クライマックスシリーズではファイナルステージで阪神と対戦。チームはストレートの四連敗で敗退したが、第三戦では、 ランディ・メッセンジャー、第4戦には、ノーミアツシからそれぞれソロホームランを打つなど、不審だった打撃陣において、レスリー・アンダーソンと共に気を吐いた。オフの10月21日に、日本プロ野球80周年記念試合の阪神、巨人連合チームに選出されたことが発表された2015年2015年7月7日の、ヤクルト戦でプロイル初の4番打者を任され、 巨人の第84代4番打者となった。これについては全く想像していなかった。巨人の4番ですから簡単じゃないのは分かっているしと述べた。7月16日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表第1次候補選手に選出されたことが発表された。またシーズンを通しては規定打席にはあと11打席足りなかったものの、 4年ぶりの100試合以上出場を果たし、打率272、6本類三35打点の成績を残した。2016年は開幕戦から6番、左翼としてスタメン出場を続けたが6月16日の出場登録抹消から9月2日の再登録まで下半身の故障などで約3ヶ月に軍調整を余儀なくされるなど66試合の出場にとどまる。 契約公開では、ほぼ減額制限並みの2000万ダウンの年俸を5000万円でサイン。2017年は、開幕から大打出場が多く、6月18日の千葉ロッテマリーンズ戦では逆転さよなら3ランをマークするなど、しばしば主組んだを放った。後半戦からは、左翼でのスタメン出場が多くなり、最終的に109試合の出場で、 打率自体は平凡だったものの得点圏打率は3割、後半の高打率を記録したこともあり、前年の倍以上の打点をマークした。2018年は、開幕に軍スタートだったものの、非対抗の故障離脱で一軍に昇格すると、長野ら他の外野手の不振などもありスタメン出場が増えた。8月1日の DNA 戦で2009年以来9年ぶりの二桁本塁打をマークした。 シーズン中盤までは、好調をキープしていたもの、8月以降疲労もあり休失速した。対左投手時はスタメンを外れる機会も多く打率は2割5分4輪に、とどまったが、123試合に出場して、自身9年ぶり2度目の規定打席に到達した。2019年は前年と違い開幕当初から、レギュラー外足手で使われる機会が増え、 中盤戦からは一番打者として起用された。前年に続き、規定打席に到達し、本塁打打点は、前年並みだったものの、キャリア2位の131試合に出場して打率は、大きく上回る2割8分4厘を記録し、優勝に貢献した。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでは、第2戦まで、無安打も、第3戦では初回に、リック・バンデン・カークから、 先頭打者本塁打、第二打席にも一時同点となる、ソロ本塁打を放ち、二打席連続本塁打を記録した。このシリーズでチームは、勝ち星なしの4連敗で敗退したが、この二打席連続本塁打の活躍が評価され、シリーズ関東選手賞を受賞した。オフの契約公開では、プロ15年目で、 初の大台を超える4000万増の1億1000万円でサインした。2020年7月9日の阪神戦で9回表に藤川球児からライト前へ敵地打を放ち、これが球団史上最年長での戦本にあんに到達した。8月13日に自身10度目のサヨナラ打を放つ。ヒーローインタビューでは3秒しか出場していないと。 球場全体を笑いに包み込んだ。この年は松原聖也の台頭やゼラスウィーラーが加入したこともあり、スタメン出場は激減し代打での出番が増えた。さらに9月25日に左足内転筋違和感のため登録を抹消された。この抹消以降はシーズン中に一軍昇格できず51試合の出場に終わった。一方、日本シリーズで復帰し、 1> 第1戦から第3戦までスタメン出場するも無安打に終わった。第4戦ではスタメン落ちし、9回表西1.2類のチャンスに代打で登場するもセカンドフライに倒れ、シリーズ最後の打者となってしまい、日本シリーズは2年連続4連敗での敗退となった。2021年3月26日の開幕戦で9回裏に先頭、小林誠治の代打で登場し、 三島一輝からサヨナラ本塁打を放ちチームに2年連続開幕白星をもたらした。開幕戦での代打サヨナラ本塁打はプロ野球史上初のことである。6月5日の北海道日本ハムファイターズ戦で通算105本塁打達成。無駄な動きの少ない安定したスイングから内角低めをことも投げに打ち返すコーダが特徴。2009年には 第2回 WBC で同僚となった稲葉厚式の打撃フォームを参考にし、ペナントレースでは25本塁打を記録するなど、自己最高の結果を残した。だが、上日のように2010年から2012年にかけて、スランプに陥ったが、その理由として、さらなる長打力を求めて、上半身のトレーニングに励んだ結果、筋肉のバランスを崩したことが、原因との一説がある。 2013年からは長大へのこだわりを捨て、グリップの位置を下げて、ややオープンスタンス気味に構え、フォームを一本足打法からすり足打法に変更したことで、低めの変化球にも対応できるようになったと言われている。バットは水野社が製造するグリップが細い一ーモデルを使用している。かつては左投手を苦手としていたため一軍に定着できずに、 いたが、2008年シーズンに、対左打率、283を残したことから徐々に対応し始め、以降も2010年までの通算対右打率、263に対して、通算打率、257と投手の左右を区にしなくなった。初級から積極的にスイングしていく、打撃スタイルだが、選球眼に課題があり、高めのボール球へのスイング率が高い。 一軍に定着した2008年から2013年にかけての通算得点圏打率を270としている。巨人に入団した当初から遠投115メートルの強肩と守備範囲の広さを首脳陣から高く評価されており、特に肩の強さに関しては12球団トップクラスとも言われ、それは第2回 WBC 出場時にチームメイトとなった。 日本人外野手屈指の強権を誇る一郎からも称賛されている。スタメンに定着した2009年には、主な守備位置の右翼手と李正陽との日替わりで一類手としても出場し、2010年からは三類手、二類手としてもプレイしたが、2013年からは本人の希望で外野手としての出場に専念し、2019年からは再び一類手としても出場している。 走塁面では一塁到達3.87秒の瞬速を誇るが、投塁は最高でも2009年の12個時と、成功ともに少ない。相性は、亀。優しく穏やかで人懐っこい性格であり、チームメイトからの人望も厚い。2017年6月18日のロッテ戦では、後期で前の打者ケイシー・マギーが2打席連続で敬遠され、自身はいずれも凡退。 その後、1点を追う延長12回。またも、後期で相手バッテリーは、マギーと勝負を避け、カメイとの勝負を選択。3打席連続で、前の打者が敬遠される屈辱を味わうも、逆転サヨナラスリーランを放ち、雪辱を果たした。ベースを一周する際は号泣しており、続くヒーローインタビューの途中まで涙が止まらなかったことから、 非常に負けず嫌いで熱い一面を持っている。入団時の背番号25番は尊敬する高橋義信の24番の次の番号を自分で要求したもの。2007年、李想用の背番号変更に伴い、同じ右投げ左打の淡口賢治、清水孝行も付けた35番に変更。2009年からは清水が付けた9番に再び変更。ありがとうございます。